薬剤師認定制度は、医学、薬学の高度化、専門化に伴い、特定の医療分野等において、高度な知識や技量、経験を持つ薬剤師を認定する制度。各種の認定薬剤師、専門薬剤師資格があり、様々に細分化された認定制度が存在する。薬学系の大学、団体、学会が認定する。現在のべ1万人ほどの薬剤師が、 各種認定制度で認定を受けている。薬剤師免許には更新がないので事実上薬剤師全体の支出水準を規定するものであり免許更新に変わる仕組みである2004年公益社団法人薬剤師認定制度認証機構が薬剤師に対する障害学習と認定制度を第三者評価する機関として設立された。現在各種の実施機関が 同機構に認証された生涯研修認定制度を実施し認定証を発行している。複数のプロバイダー間で単位互換制度が実施されている場合がある。CPC は生涯研修を実施するほか、下記に挙げる各種認定制度の評価及び認証認定を行っている。薬剤師の生涯研修の一環として、 多くの団体が一定の研修実績に基づいて認定証を授与している。日本医療薬学会、日本病院薬剤師会、日本小薬学会等の学会が認定制度を実施している。研修認定薬剤師以外は認定する学会または指定する学会に所属していることが認定条件になっている。専門薬剤師は医師の負担を分散し安全で安心できる。 薬物療法を提供することを最大の目標としている。2008年日本学術会議薬学委員会専門薬剤師文化会は専門薬剤師制度のあるべき姿等を学術的、客観的立場から検討を加え提言をまとめた。それぞれの専門分野における活動を実践するとともに指導的役割を果たし研究活動も行うことができる薬剤師として 認定するもの。ありがとうございます。